高橋よいチャンネル。日経新聞が日銀保有国債に含み損8749億円、異次元緩和下で初めてっていう記事を高橋さんの大好きな。いやそれでね、やっぱり日銀の財務問題ガーって言って、わめく人がたくさんいてさ、はい、まあ、面白いよね。これで、中央銀行が財務長官になるんじゃないかって言って、大騒ぎしてね、騒ぐ人もたくさんいるんだよね。それで、今日はだからね、ちょっとね、はい、中央銀行の財務の話をね、はい、基本のをちょっとやりたいと思います。はい、これはね、基本的な簿記会計が理解できれば簡単にわかる話だから、うんうんはい、ぜひやっときますよ、はい。で、まあ、日本銀行の取材する日経新聞はこういう知識がないから、まあ、こういう知識をきちんと身につけてね、はい、ぜひ応じてみていただいたらよろしいですよね。はい、で、中央銀行の財務ってね、難しいように思えるんだけど、すんごい簡単だな。はい、もう、バランス行ってみたらすぐ一発でわかるようなほど簡単です。はいはい、で、バランスとちょっと書きましたよ。あ、はい、で資産の方に国債っていうのがあって、はい、これは600兆円。これで負債の方は2個しかなくて、2個、うん、当座預金っていうのと日銀券、はい、お、はい、これで当座預金がこれは500、それで日銀券が100っていう数字があります。あ、で、あと他ね、こんまい数字がたくさんあるんだけど、はい、まあ実は財務分析では他もほとんど無視して構いませんから、これこういうふうに思っててもいいぐらいなことです、はい、エッセンスで言うとこういう形でしかない。うーん、だからこの財務分析、財務話で見てすぐ分かるのは、はい、日銀券と当座預金を出して、はい、それで国債を600兆買いましたって、これだけなんですよ。お、はい。で、逆に言うと、国債を買うためには、負債がないか買えないから、はい、日銀券をするか、それと日銀券と全く同じ当座預金を増やすかどちらかだってことです。非常に単純。こんな簡単なバランスシート、財務構造の民間金融機関ないから、だからなかなかみんな分かりにくくて、あと当座預金とか日銀券って自体が、はい、ちょっと分かりにくいんですよ。はい、で、日銀券なんていう項目があるのは日本、もちろん日本銀行しかないわけ。そうです、ね。だってこれ、ただお札吸ってるだけだから。そういうことですよね。お札吸ってて、負債に、自分の負債にカウントして、なんか物を買ってるって終わりなんだよ。はい。そ、は、れ、い、で、当座預金っていうのは、当然、日銀券をいつでも引き出せるものとして、金融機関に与えてるってだけだから、はい、これ全部日銀券であると仮定したって同じなんで、はい、要するに、だから日本銀行は物を買うときにはお札をするしかできないって、それだけなんだ。そうで、日本銀行の物を、買ってるものを売却したらお札が減るってこれだけなんだ。はいはいはい。だからそういう意味では、ものすごくシンプルな財務諸表なわけね。はい。で、ちなみに言うと、日銀券っていうのは無利息無償化。無利息無償化の負債なんてあるんですかと思うんだけど、これは日本の国内で日本銀行しかないよ。そうですね。他は何でも負債足すと、何らかの会社の金利とか払わなきゃいけないからね。うんうんうん、で、当座預金。ここは、はい、ここは、白川日銀の前までは、はい、だって当座預金はもともと、あれだもんね、無利息だったから、ね、本当は無利息無償化なんだよね、はい。でも当然、ここで日銀が、白川日銀がちょっと、なんていうかな、金融機関に恩情を示して、金融機関にお金を渡すっていう意味で、ここの当座預金のとこだけは、200兆円まで 0.1% の金利がついてる。負債、はいはい、全体で見ると、日銀券は、無利息、うん、それで当座預金は200兆円まで 0.1% だから、600兆円あるんだけど、うん、この中で費用は実は2000億円ですね。ああ、そうか。2000億円しかない。なで、資産の方の国債600兆あるんだけど、これの平均利回りは 1% 以上あるから、これだけで6兆円は来るんですよ。はいはいはい、それで、負債の方はどんなに頑張っても、金融機関にお小遣い与えても 0.2 兆円だから、だから 0.2 兆円しか費用がかかんないから。だから、今回のこの記事で、保有国債で含み損が、はい、まあ、8749億円というのは、ね、はい、まあ、1兆円だよね、はいはい、1兆円あるとして、だから600兆円が599になったところで、はい、この収益は6兆円以上あるから、はいはい、へでもないっていうんで終わっちゃうんだ、ね、へでもないでしょう。そうでしょう。こっちの負債の方がそもそも 0.2 兆円しか実はコストかかんないんだ、うん、だから逆に言うと、これで債務ちょっと債務超過になって599になって債務超過になるんだけどね、はい、これで大騒ぎするのが日経新聞ですよ。599になって、でも収益考えたら599でも6兆円ぐらいあるから、はい、これで負債の方は 0.2 兆円だからなんてことないんだよね。で、これで債務超過になってすごく大変なのは何かっていう、この600兆円が20兆まで下がったら、はい、580兆円損になって、はい、20兆まで損になったら、はい、負債の2000億円と20兆が 1% で稼げるとすると 0.2 兆円稼げるから、はい、そのくらいまでなると日銀は経営問題が発生するんだよ。
この資産の稼ぐ、利回りが 0.2 兆円を下回ったら問題になるでしょう。だって負債の方に一応 0.2 兆円金融機関に向けに払ってるからね、はいはいはい、そしたら資産の稼ぐのが 0.2 兆円を下回ったら日銀もさすがに問題になるでしょう。でそのためには資産が600兆円から20兆円まで下がらないと無理だよね。そんなに下がらないと無理なんですね、うん、やってみるとほぼ全損しても大丈夫なんだよ日銀が、うんうんうん、なんで大丈夫かっていうと負債が金かけてないからで、そう金かけてないから、だからあれだよね、金かけない負債をたくさんあるから稼げる資産をたくさん持ってるっていう意味では、うん、日銀の、債務超過問題は全く問題にならないし、うん、仮に問題になるとしたら日銀が資産のほぼ全部を吸わないと問題になかなかならないというのがこの財務問題。そういうことなんですね、うん、なんかこういうこと言わないでさ、はいで1兆円かけたから大変だって言ってんだよ、バッカじゃねえのって終わっちゃう。そういうことなんですね、うん、何バカなこと言ってんだって。これ全然違うんですけど、損したって銀行券すれるからいいじゃんっていう考えはまた違うってことですか。あ、それは不動だけ見てる話だね。あ、うん、損したら銀行券すれるからいいじゃねっていうのは、はい、銀行券すって、あれだよね、また1兆円を、はい、買えばいいでしょっていうのと一緒なんだけど、はいはいはい、まあ、それ一理はあるけどね、それはそれで、ね、うん。でもそういう、今のは多分収益だけのこと考えてるけど、はい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 、ストックで考えてみたら、うん、無利息の日銀券がある以上、はいはいはい、それを時に取り戻すのも簡単だよ。そうですね。取り戻すのも簡単は簡単だけどね。はい、まあこれは、うん、その簡単だって意味では、別に日銀は財務は全く大丈夫ですよっていう言い方にはなるけどね。うん、そう、なんか。うん、経営問題が発生しそうな気が全然しない。しないよ。ですよ。だってそれはいつも無利息の、あれでも、負債が出せるってことは最強のカード持ってるってことですもんね。最強どころか何もしなくてもだからなんか普通に物を買って、普通に物を買うと何も意味がないけど、収益性があるものを買ったらもうそれだけで儲かっちゃう。そうですよね、うん、なんでこんなに騒ぐのかがやっぱ分かる。あ、これ、はい、いや日本銀行があれで大変だって言って、はい、あれでこんな金融緩和しててこういうことになっちゃうって言いたいだから、利上げしたいってことですか。ああ、だからまあとんでもないアホな人ばっかり集まってるってだけだよ。今後日経新聞さんにはネタを、いやもう本当にネタ提供してもらいたいねこういうふうに簡単にさ説明ができちゃう話をさもうでこういうこと言わないんだよね日経新聞が。わかんないんじゃないですか。わかんないんだろうな。世の中わかんないような人がたくさんいるんだよ。で、こうやってさ、数字で説明しないからみんなわかんない。で、定性的に説明しちゃうからね、結構ね。そうですね。定性的な説明間違いじゃない時もあるけど、でも全部こういう数字言った方がわかりやすいよね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。